磯崎千里1月12日から1993年6月20日は、大日本帝国海軍の軍人、戦闘機搭乗員。総連19期。最終階級は大位。愛媛県松山市出身。松山中学卒業後、海兵団を経て1932年10月、操縦練習生となる。同期生に、半田渡り。 1933年3月、同家庭を終了し、流上飛行機隊に配属される。そこで後に激通用となる赤松貞明と知り合い、信仰を深める。後内地に転属し、霞ヶ浦海軍航空隊ともべ文献隊不協官。この時の教え子の一人に岩本哲三がいる。日中戦争勃発後の1937年10月、 加賀飛行機隊を経て1939年末より第12航空隊に配属され競輪攻撃に参加するが、この時よりすでに撃墜王として武名を馳せていた赤松や岩本とは異なり、戦線を通じて大きな空戦に恵まれることはなかった。1940年11月、航空兵装九1941年10月、台南海軍航空隊に転属。 太平洋戦争勃発後は南方に進出するが、翌年4月に内地機関を命じられ、大村海軍航空隊府、18年4月少尉任官。5月14日、ラバウルの第251海軍航空隊転属となり、6月16日、ルッセール島上空で発撃追を記録する。以降も、第204、第201海軍航空隊分隊長として、 部員、ラバウル空中戦で多大な戦果を上げ、ウイジン以来5年目にして、ようやくブーンに恵まれた遅咲きの激通用となった。19年3月に、再び内地に戻り、厚木の第302海軍航空隊、第1飛行隊、来電、第2分隊長として、防空任務に就く。9月、愛知県、明治村の第210海軍航空隊、第4分隊長として、 連生教育に当たった。1945年5月、第343海軍航空隊霊化戦闘、第301飛行隊分隊長となり、終戦を迎える。1945年8月17日、高等五次作戦の勇士に名を連ねるが、天皇制は存続が決まったため自然消滅した。終戦までの衝撃追数は12期。ありがとうございます。